のことである特に自動車やオートバイについて述べる。世界の自動車のハンドル位置通常、左側通行国では、右ハンドル車が使用され、右側通行国では、左ハンドル車が使用される。すなわち、運転席の位置は、それぞれ道路の内側である。これは、車両すれ違い時の安全性や右差折時、追い越し時などの視界。 対向車の確認のしやすさなどを考慮した結果であり、デファクトスタンダードともなっている。法的規制がある国も多い。全世界での左側通行券と右側通行券のおよその比率は、人口比で34対66であり、道路総延長距離での比率は27.5対72.5となっている。右側通行権が数の上では多数派であるが、 世界各国への輸出を行い販売実績を競う自動車メーカーにとっては、左側通行券も大切な市場であり、輸出先の各国の状況に合わせ、同一の車種についても右ハンドル車と左ハンドル車の両方を設計、製造することが一般的である。通常、ハンドル位置に関わらず組み立て、生産を同一の工場で行うことが多いが、場合によっては、 メルセデス・ベンツ、BMW、VW、フォードなどのように、南アフリカなどに、右ハンドル車専用工場を建設し、現地を含む左側通行圏に製品を提供していることもある。日本における輸入車のハンドル1日本において、左ハンドル使用車が販売の主力になっている車種の、例。フェラーリ360モデナ右ハンドル使用車が、 メーカーによって製造されていたにもかかわらず、日本向けには、左ハンドル使用者のみが、正規販売されていた車種の例。メルセデスベンツ SLSAMG 日本国内では、自動車は、左側通行をすることが、道路交通法により規定されている。しかし、日本では一部の輸入車が、左ハンドル使用のままで、正規輸入、販売されており、これは、 世界的には特殊な例である。海外においては、ごく一部の例に限られている。これは、左ハンドルに対し、ごく一部において、ステータスシンボル、高級外国車の象徴といった、自動車本来の機能とは、無関係な要素を見出している、日本独特の現象であり、輸入販売元が、その思考に合わせ対応している結果である。通常とは、 逆側の運転席が歩道側に面する自動車がごく一部であるとはいえそのような地位を得ていることは先進国の中では日本のみであり極めて特殊な現象と言える。これには本校にて記述する通り輸入車の需要に関する日本独特の歴史的経緯が原因である。前述の通り第二次世界大戦以前の日本では 国内で販売されているほとんどの自動車が輸入車であるか外国メーカーのライセンス生産により製造された車両であった。フォードと GM の日本国内工場において生産された車両も右ハンドル使用者であった。しかし敗線を迎えると新中軍により北米仕様そのままの軍用ジープ、そして大衆車のシボレーは元よりビュイック、キャデラック、 リンカーンといった豪舎なアメリカ車が直接持ち込まれるようになった。そういった車両を目の当たりにした戦後すぐの日本人は、それら左ハンドルのアメリカ車に対し憧れとしてのイメージを形成した。それに加え、日本国内のマーケットにおいても、大衆車、実用車の市場は国内メーカーが受け持ち、高級車は欧米からの輸入車が受け持つという構造が、 早くからら形作られていた日本政府も特にハンドル位置に対する規制を設けなかったこともあり、迫来物のエキゾチックな印象、あるいは日本車に対する輸入車としての象徴として、日本人は左ハンドルに対し強い憧れを持ち続けることになった。このため、かつては日本に輸入される大半の輸入車が日本と同じ左側通行圏のイギリス車を含めて、 左ハンドル車であった。日本での大衆レベルへの販売に力を入れていた、フォルクスワーゲンなどは1950年代から右ハンドル車を輸入していたが、これは稀な例であった。1970年代、新設された排気ガス規制に対し、大半の日本国外のメーカーは同等の規制をクリアしていた北米カリフォルニア州使用車をベースにすることで対応したため、 結果的にますます左ハンドル車が多くなることになった。しかし、こうした象徴性も日本において輸入車の存在が一般化すると徐々に消滅してゆく。バブル景気に伴って市場が拡大した1980年代中盤、まずヨーロッパ車を中心に右ハンドル車の導入が進んだ。ポルシェでも1991年モデルからは全シリーズに 右ハンドルモデルが設定されるようになった。1993年には、クライスラーのジープ・チェロキーが戦後ビッグ3のアメリカ生産者としては初めて右ハンドル車を投入した。2000年代以降は、日本自動車輸入組合の統計調査によると、輸入車全体の8割超が右ハンドル車となっている。現在は、右ハンドル車のみ輸入されている車種が販売の主力に、 なっている。従来、右ハンドルの輸入車には、ドライビングポジションやペダル配置、ペダルの感触などに問題がある場合があったが、1990年代の半ばぐらいから、メーカー側でも、設計時点からの考慮、ドライブバイワイヤーなど操作系の電子化などにより、大きな改善を見せており、それらの問題はほぼ心配なくなった。一方、心情として、輸入車は、 左ハンドルであるべきという信仰を持っている人たちも根強く存在し、スポーツカーや高級車では左ハンドル使用者のみ輸入されているケースがある。メーカーにより右ハンドル使用者が製造されているにもかかわらず、それが日本向けとしては用意されない車種すら存在している。フェラーリやランボルギーニといった高級スポーツカーは日本向け右ハンドル自体は用意されているが、 実際の販売では今なお左ハンドル使用者が中心である。消費者側でも左ハンドル車を乗り継いだことによる慣れを優先して左ハンドル車が選択されることも多く、イギリス車でもイギリスから見て本来は右側通行券向け輸出使用者である左ハンドル仕様が販売、購入されるケースがある。この場合、日本が左側通行であるという点はもちろん、 イギリス車が本国では右ハンドル仕様であるという点も考慮されていない。メーカー側の事情もある。GM やフォードの北米生産者では1990年代の後半には積極的に右ハンドル仕様車を用意したが2000年代後半に入り再び左ハンドル車に戻した。これは両メーカーの業績が悪化したため右ハンドル車を設計、製造し、 世界市場へ展開する余力がなくなったからである。キャデラック STS に関しては2008年モデルから右ハンドル使用者が再投入されたものの2015年時点では右ハンドル使用のキャデラックは用意されていない。基本的には左右ハンドルが選べる車種は同一グレードの場合同じ価格だが例外としてバイバッハや アルピナといった少数輸入される高級車があるが、一部には低価格車としては GM 大優、マティスの例があった。かつて輸入されていたアルファロメオ156やクライスラー 300C は装備品の違いにより同一グレードでも価格が異なっていた。2014年現在においては前述の通り右ハンドル仕様の販売が大半を占め、 左ハンドルへの特別種は一部を除きなくなりつつある。これについては、日本市場への輸入車の普及が本格化、一般化したものとする意見もある。ターンシグナルスイッチの1ハンドルの位置に関わらず、基本的にターンシグナルスイッチの位置は、日本車とは逆の左側となる。これは、国際標準化機構で決められた規格に準拠したもので、ある。ターンシグナルスイッチの位日本では、 完成車に対する輸入関税は1978年に撤廃されており税制上は世界で最も解放された自由市場となっている。日本の乗用車輸入関税が0%であるのに対して同じく自動車生産国であるアメリカ合衆国では2.5%、EU では10.0%、韓国では8.0%の乗用車。 輸入関税を課しており、税制上では不公正な状態が続いている。価格設定日本では古くから輸入車は高級車の代名詞であった。実際、現在でも輸入車は日本車の同クラスの車種の1.5倍から2倍程度の価格設定がされている場合がある。この価格設定の理由として、特に欧州では一般的に日本車と比べて 同一車種のバリエーションが多く、ブランド戦略上から日本に輸入されるのは、同車種でも、欧米では、オプションとなっているような機能や内装を、フル装備とした高グレードのものが中心ということがある。また、オペルザフィーラと、同系で装備が勝っているにもかかわらず50から100万円も、安価なスバルトラビックとの価格差が、話題になったことや、2009年頃からの円高化。 ドルユーロ安においても値下げが行われていないことから、日本人の舶来品振興に乗じた価格の上乗せも指摘されている。また、北米においての欧州車の販売価格は、日本と比べると、同車種でも、半額3分の2程度でありメルセデス・ベンツの、後輪駆動モデルでも、低価格帯の車種であれば、物価の差を考慮する必要があるとはいえ、 必ずしも高所得者層の所有物とは限らない。北米では C クラスは日産のインフィニティ G、トヨタのレクサスイズと同価格帯である。海外車と日本車の各国価格比較例以下は同クラスにあたるフォルクスワーゲンパサーとホンダーコード、マツダアテンザの比較である。国によって販売されているエンジン、グレードが異なるので一概に比較するのは難しいが、 同一車種はなるべく近い装備とエンジン、変速機を搭載したグレードになるようにした。選択したグレードと変速機は値段の下に付きしてある。日本以外の各国の傾向は概ね同じで175馬力のディーゼルエンジンを搭載したアテンザの AT が最も高い。もともとディーゼル車はガソリン車より高い傾向にあり、かつアテンザは19インチホイールや レザーシートを装備した最上級グレードの AT であるため、A とドクにおいてはパサート 1.4TSI はアテンザに対しいずれも安価である。ドクではオプションのナパレザーパッケージを選択したが、それでもアテンザに対して2400ユーロほど安い。しかし、日本においては価格が逆転しており、パサート 1.4TSI ハイラインはアテンザに対し34万円高と、 なっている。なお、日本のアテンザは、グレード名は異なるものの、英独の、スポーツと名付けられたグレードと装備、スペックは、ほぼ等しい。統計日本では、1965年に、自動車の輸入が、自由化された。以後、年間の新規登録台数は、数万台規模で推移していたが、1980年代後半から、急激に増加した。 1996年、史上最高となる427,525台でピークを迎えたが、2年後の1998年には275,869台まで減少した。以後は、日本車の販売と同様、緩やかな減少傾向となっている。2006年の新規登録台数は262,274台であり、 乗用車販売に占める輸入車のシェアは7.9%であった。日本は自動車販売台数で世界第3位の規模を持つ巨大市場であるにもかかわらず第二次世界大戦後日本で現地生産を行う日本国外の自動車メーカーはわずかしかいない。これはアメリカ合衆国や EU の市場との大きな相違である。結果として日本においては 他国のメーカーの自動車イコール輸入車という関係が、ほぼ例外なく成り立っている。そのため、輸入車を外国車と呼んだり、それをさらに短縮して外車と呼ぶこともある。このような状況のため、日本国内においては、販売される自動車を輸入車日本車と明確に区分する上、それぞれを異なる基準で評価、認識する傾向がある。 歴史1945年以前日本は20世紀の初頭から自動車を輸入し始めていた。しかし当時の日本には自動車自体への需要が乏しく売りづらい状況があった。外国商館が輸入していたがアメリカでの価格に比べ日本での卸値を通常4倍ほどに設定していた。そのため日本の販売店は一般向けに販売する価格を 設定することができなかった。買い手がつかず、レンタカーにしようとしたが、それでも借り手がつかなかったという。その後日本自動車株式会社が下流会を中心に売り出したところ、ある程度の販売が見込めるようになったが、その反動で一般人からは金持ちの道楽だというイメージが焼き付いてしまった。当時の一般人の憧れは、自動車ではなく豪華な馬車であったという。 しばらくして、対正時代になる頃には、直接外国との取引に乗り出す日本の商社が現れるようになった。日本での販売価格が安くなったことで、商社という商社があらゆる自動車を輸入するようになり、商社で自動車を取り扱っていないところはないほどであった。ほとんど手当たり次第に各種の自動車が輸入され、その多くがタクシー用途に使われた。 この頃の運転手は、特殊技術者かつ花形職業であり、一方、自動車のセールスマンには運転手から転身する者が多かった。下流会や大会社を相手に販売するセールスマンは一匹狼であり、町長発誌で大金を稼いだと言えた。パッカードのその年の新車の第一号車を購入するために、毎年複数人が、 全身全霊をかけて販売店経営者と営業を接待したとか、さらに、それらを出し抜くため、購入者自身がアメリカに乗り込み手続きをし、日本の輸入元が売った、際の販売手数料もきちんと支払い、船賃滞在費など、すべて合わせても接待するより安かったというような、逸話が残っている。しかし、ほどなくして観光庁が自動車を求めるようになると、 信用が求められるようになり、見積書の提出も必要になったため、輸入代理店は、会社として、信用のあるところが残っていく。1923年の関東大震災により、路面電車が使えなくなった東京市が、代替バスのベース車両用に、フォード車に仙台の T 型を発注した。しかしフォードは800台しか対応できず、逆にここに正気を見た。 フォード社は1925年に横浜に組み立て工場を建設し日本市場の開拓に乗り出す。2年後、ゼネラルモーターズがフォードを追って大阪に絞れ組み立て工場を建設した。この2社により日本での初期のモータリゼーションが始まった。トラックやバスへの仮装も多く乗用車は主にタクシー用途に使われた。しかし、 軍部の影響力が強まるに従い、戦時体制へと傾倒する中、戦術のアメリカ2社は日本から撤退し、外国製品排斥の機運から、自動車の輸入自体も極端に減少していった。1945年以降、第二次世界大戦の敗戦で、GHQ が日本で活動するようになると、GHQ 関係者が使用するため、東京を中心に、 大量の車が持ち込まれた。当初はジープやトラックが多かったが、日本人はすぐに大量の洗練されたアメリカ車を目の当たりにした。日本人交換や企業関係者もそれらの高級車を使用するようになった。アメリカ車が多かったが、GHQ 内でもスポーツカーを好むものは欧州製を持ち込む傾向が強かった。アメリカで乗られている自動車とは、 どのようなものなのかを日本人はこの時知った。1950年代から1960年代はアメリカ自動車産業の最盛期であり、アメリカ社は憧れの対象であった。しかし、1950年代当初の乗用車生産を日本がすべきか否かという国レベルでの大議論を経て最終的にすべきと判断した国と自動車メーカーが、 技術取得のために、ライセンス生産に選んだのは、欧州車であった。1950年代は、欧州車が、日本のメーカーにより組み立て、及び販売されていた時代であった。日本車は、マイナーな存在であり、品質や性能でも、欧州車を下回っていたため、日本では、乗用車イコール輸入車、という時代が続いていた。1950年代末頃までは、 乗用車販売のほとんど、つまり輸入車の多くが、ハイアータクシーオートへの販売だった。1960年代後半、本格的なモータリゼーションを迎えるが、それを担ったのは、大衆車をはじめとする、日本車であった。1970年代、二度のオイルショックを経て、大きい、燃費が悪いなどの理由で、アメリカ車の人気は凋落した。輸入車への需要は、 主要なアメリカ車に比べたら小ぶりで操縦安定性などにおいて1日の長のあった欧州車へと移行した。1970年代半ばにはランボルギーニカウンタックに代表されるスーパーカーブームも起こり日本車の普及とは対照的に日本における輸入車は高価で高性能特別な自動車となった。1980年代後半 バブル景気とも相まって、国民の懐に余裕が生まれ、日本車、輸入車どもに販売台数は大幅に増加した。それまでは富裕層が主な購入ターゲットだった、輸入車も、より広い層へとマーケットを広げるようになり、1985年には、約5万台であった年間販売台数が1990年には、約22万台と急増した。同時期には、 BMW3 シリーズが、六本毛のカローラ、メルセデスベンツ 190E が、ショーベンツ、赤坂のサニーなどと皮肉られることもあった。輸入車市場の拡大とともに、海外メーカーは日本法人を設立、それまで日本国内の代理店に与えていた輸入権を移す動きが広がった。BMW ジャパンをはじめメルセデスベンツ、フォルクスワーゲングループなど、 海外メーカーが設立した日本法人が相次いで輸入者となって日本でのビジネスをコントロールするようになった。業界を代表する輸入代理店であった柳瀬ではフォルクスワーゲンの輸入権喪失とともに販売店契約も破棄したが従来の日本資本輸入代理店の大半はうまみの少ない一ディーラーとして事業を続ける道を選んだ。一方では トヨタ自動車がフォルクスワーゲンと提携しての、同社販売店展開、松田が、同社のユーノス店でシトロエンとランチアを販売するなど、輸入車の販売網は拡大した。しかしバブル崩壊に伴い、早くも1991年には輸入車販売は、減少に転じた。主に、アメリカとの貿易摩擦回避など、政治的な意味合いで、ホンダによる、ジープチェロキーの販売、 トヨタによるシボレーキャバリエの販売などもあったが、販売成績上は低調なものに終わった。1996年、輸入車販売台数は史上最高を記録したが、これはホンダーコードワゴンなど国外生産された日本メーカー社の販売増加によるところが大きかった。2000年、久しぶりの新規参入メーカーとしてヒュンダイが、 韓国車としては初めて本格的に参入した。しかし販売は極めて低調で、参入から9年目の2009年の年間登録台数は501台に止まり、同年11月には日本での乗用車市場から撤退することを発表。翌2010年をもって日本での乗用車販売を正式に終了した。代わって2009年から大型バスヒュンダイユニバースが 輸入、販売され、韓国に近い九州を中心とした一部バス会社が、観光バスや高速乗り合いバス用に導入している。スカニアは2002年に、日野自動車と提携して、トラクターヘッドを輸入、販売していたが、2010年からは、スカニアジャパンを発足させて、日野との提携を解消。トラクターヘッドだけでなく連接バスや2階建てバスなどの、輸入。 販売も行っている。輸入車販売は2003年以降4年連続での前年販売割れとなっている。そんな中、日産自動車やトヨタ自動車などが日本国内販売向けの一部車種を海外工場で生産し日本に輸入しているため日本自動車輸入組合も発表する社名別輸入車登録台数の上位に名前を連ねている。 統計大韓民国では輸入乗用車に8%の関税をかけており2017年の輸入乗用車の新規登録台数は233,088台で新車市場の約13.1%を占めたまた海外ブランドとしては韓国 GM とルノーサムスンによってレーなどの現地生産が行われており統計では 国産乗用車として扱われている。韓国における輸入車は、長らく、成功の象徴、浮遊創船有物という強いイメージを持って見られ、輸入自由化当初には大衆による避難と嫉妬の対象ともなったほどであったが、近年はその台数も増え、当時に比べると、そのような認識は薄れている。一方で、2016年の車種別輸入車、販売台数は、 メルセデス・ベンツ E クラスや BMW5 シリーズ、フォルクスワーゲン・ティグアイなど、高廃器量で大柄のものに偏っており、輸入車市場における、個自性消費の傾向は未だに残っているとする見方も、業界内にある。経緯韓国ではもともと自動車が、通貫禁止品目で、正規ルートでの購入は、不可能であった。しかし、 韓国在住の外国人が持ち込んだ乗用車が中古で出回っていたため、1984年には、すでに2900台ほどの海外製乗用車が存在していたことが確認されている。1987年7月には、台米貿易摩擦を避ける機体のもと、2000cc 以上の乗用車に限り自由輸入を開始し、翌1988年には、 排気量の制限も撤廃された。1987年に輸入された乗用車は、ハンスン自動車が輸入した、メルセデスベンツの10台のみであったが、1990年には2325台まで増加した。その後日本の要求による所税引き下げを経て1996年には1315台まで増加し、BMW などが、 韓国法人を設置するまでに至ったが、アジア通貨危機により1998年には2075台まで減少する。しかし、2002年には内需市場の1%を占めるようになり、2011年には輸入台数が10万台を突破、2012年には10%を占めるようになった。2015年には24万3900台で台数、 占有率ともに過去最高の数値を記録したが、2016年は、フォルクスワーゲンの、排ガス不正問題の影響により17年ぶりの、減少となった。カンボジアでは、新車、中古車の区別なく、精霊により右ハンドル車の輸入が禁止されている。ペルーでは、左ハンドル車は、輸入可能だが、右ハンドル車として製造されたものを、 左ハンドル車に改造した車両は輸入できない。コスタリカでは法律により右ハンドル車及び右ハンドル車の左ハンドル車への改造車の国内走行が禁止されており輸入もできない。パナマでは交通陸上運輸長決議により右ハンドル車及び右ハンドル車の左ハンドル車への改造車の国内走行が禁止されており輸入もできない。 パラグアイでは法律により右ハンドル車の国内走行が禁止されており輸入もできない。トミニカ共和国では右ハンドル車及び左ハンドル車を右ハンドル車に改造した車両の輸入が禁止されている。エジプトでは右ハンドル車の輸入が禁止されており左ハンドル車の輸入も車令条件等による制限がある。ウズベキスタンでは閣僚会議決定により 右ハンドル車の登録と使用が禁止されており、右ハンドル車は輸入自体が禁止されている。また、国産車販売促進のため輸入車のシェアも極めて低い。法的には正規輸入車と並行輸入車とは区別されていない。日本において行動を走行するための自動車は道路運送車両法に基づき国土交通大臣に対して 自動車の形式ごとに安全性、環境性などを申請し認可されている必要がある。形式の認定は、一般的な量産自動車は、形式指定自動車、大型商用車などは、新型届け出自動車、年間輸入台数が2000台以下の車種では、輸入車特別取扱自動車の3種に分類される。このいずれかで認可された、輸入自動車が、一般的に、 正規輸入車と呼ばれ、またこれらを取得していない輸入自動車を並行輸入車と呼んでいる。形式が認定されている車とそうでない車の違いは個別車種が保安基準に合致しているかどうかを事前に登録されている形式で見るか実際の個別車両で見るかの違いである。公的な自動車検査機関が行う検査のために要する時間が 同一仕様が大量に生産される車両であれば、形式というもので簡略対応できるという用途のものである。その代わりに個別車両での車両規定合致検査は一台一台厳格な検査が要求されるが、実際は法的措置によって一部簡略化されている。並行輸入車とは一般の商品で並行輸入と言われる。 日本の正規代理店が取り扱っている商品を別の業者が別のルートで輸入し販売することを指す意味とは異なる。並行輸入は正規代理店があるのにそれを通さずに輸入することである。しかしこの意味での並行輸入の自動車を指し並行輸入車という場合も多い。正規代理店が存在しない車種を輸入することに用いられ、また メーカーとしての正規代理店はあるが、日本国内で販売されていない車種を他の輸入業者が輸入販売する際にも用いられる。正規輸入車前室の通り、正規輸入車とは法的には正式な故障ではない。自動車技術総合機構は輸入自動車のうち自動車製作者または同製作者から自動車を購入する契約を 締結して、日本への輸入を行としている者が、国土交通大臣に対して、自動車の形式ごとに安全性、環境性などを申請、または届出し、これを認められた場合は、これらの自動車を、形式指定自動車、新型届出自動車、または、輸入車特別取扱い自動車として、取り扱っています。と定義している。基本的には、 日本の形式指定を受けるため、外国での製造時点で、排ガス基準や気候の違いなど日本の状況に対応するため、一部仕様変更がされている。工述する、日本メーカーの外国工場で生産されて、日本に輸入され、国内の自社販売網で販売される、いわゆる逆輸入者もこれに該当する。正規インポーターが輸入したものであろうとなかろうと。 上記三通りの形式指定を受けていないければ、法的名称として、下記の並行輸入自動車となる。多くは、国外メーカーの指定する正規インポーターであり、多くは、形式指定を受けて、正規輸入車として販売されているということである。正規輸入車であっても、少数販売しか見込めない場合は、形式不明者とする場合や、輸入車特別取扱制度による、 形式認定を受ける場合もある。近年では、販売数の多い主要な外国自動車メーカーでは、日本法人を設立し、そこを正規インポーターとしていることが多い。日本法人がある自動車メーカーの場合、日本車に劣らない販売、サポート体制が完備されているケースが多い。並行輸入車、トヨタタンドラ同社のタコマと、並び並行輸入が多い。並行輸入車も、 また法的には正式な故障ではない。自動車検査独立行政法人は、日本で未登録の自動車を個人で、日本に輸入した場合は、原則として、並行輸入自動車として取り扱われますと、定義している。車検症状の形式は、不明もしくは形式が、で囲まれる。具体例としては、フェラーリ F355 の場合、形式欄が、 正規輸入車では GFF355 となるが、並行輸入車の場合 F355 体と記される。これは指定自動車等と同一、または指定自動車等と類似として登録されるためである。指定自動車等と同一、指定自動車等と類似以外の輸入車に関しては、その他とされ、形式、不明として登録される。正規インポーターによる、 形式認定以前に輸入された個体の場合は、形式不明で登録され、正規輸入者の形式認定取得後に、ひげ囲みによる指定自動車に類似への変更はできない。車台番号については、審査事務規定5から2から2の以外の並行輸入自動車及び製作者の特定が困難等の理由で社名が不明となる場合には、国土交通省による 車台番号の職権打刻が必要であることを規定されている。指定自動車等と同一、指定自動車等と類似、その他の三通りのいずれの場合であっても、国が定めた衝突安全性や排出ガス基準に適合していなければ、国内で登録することはできない。しかし、中古並行車の場合などは、現地での登録書類等により製造年が特定できれば、 その製造年に対応する安全基準、排出ガス基準が適用される。例えば1950年製の車を並行輸入する場合、シートベルトは不要で触媒もないままで日本国内での登録ができる。近年は生産国の安全、技術基準を同等外国基準等と規定し適用される技術基準について適用対象。 適合性を称する書面を省略できる。なお、形式認定との違いは、同形式の車両を複数台輸入した場合においても、原則それぞれ一台ごとに、国が定めた、衝突安全性や排出ガス基準等の適合性についての証明や届出が必要であるという点である。詳しくは、自動車検査独立行政法人の審査事務規定を参照のこと。 並行輸入自動車では、日本未投入車種が輸入されることが多い。また、日本のディーラーで販売される正規輸入車では、設定されていない仕様や、ブランドもある。自動車部品のサプライヤーが、プロモーションの一環として、自社の部品を使用している車両を、スポット輸入することもあり、また正規インポーターも、デモカーや、サンプルカーとして輸入することがある。 ボッシュによるアルファロメオミと、フォードジャパンによるサンダーバードの輸入例がある。また、上記のトヨタ車や日産、タイタンのように、日本では、正規販売を行っていない、輸入、逆輸入車を専門に輸入する業者も見受けられる。正規輸入代理転口術の正規、インポータが輸入し、輸入元と契約した、ディーラモーオーで販売されるケース。並行輸入業者一般の商品で、 平行輸入と言われる日本の正規代理店が取り扱っている商品を別の業者が別のルートで輸入し販売することを指す意味での平行輸入者は一般に平行輸入業者と呼ばれる販売店が販売する未走行の新車を平行輸入した場合新車平行現地で登録済みの中古車等の場合中古平行と区別されることがあるこれは 法令上の定義ではなく、通常、販売者が宣伝のために行う区別である。新車でも販売奨励金を受けるために、日本国外のディーラーにおいて登録し、新車並行として販売するケースがある。この販売のための区別に、厳密な定義はない。いずれの場合においても、日本の法令上の車両登録では、新規登録となり、初回車検が適用される。 平行輸入の観点では、ヨーロッパ社の場合は、ユーロ高の影響や日本法人ができたことによる、間接費の節減により、正規輸入車が安いといった逆転現象がある。個人輸入一部のマニア、企業が日本で正規輸入代理店で取り扱われていない車種を、スポット的に輸入するケースがあるほか、稀な例として、外国滞在中に、現地で自動車を購入して、 帰国時に日本に持ち帰るケースがある。個人の乗用車ではないが、JR バス関東がサンプル輸入したドイツ製超大型バス、ネオプラン、メガライナーもこの類例に近い。ただ、自動車の個人輸入については、通関手続き以外にも各種排ガスなどの対応、検査や登録などの膨大な手続きが伴い、 実際に日本国内を正規に走行できる自動車として登録を取るのは技術力などを持つ整備業などの協力がないと不可能である。過去に大阪府の中古車販売業者がデモンストレーションを兼ね旧東ドイツ製乗用車トラバントを輸入し登録を試みたことがあったが排出ガス規制がクリアできなかった実例がある。輸入車は販売するディーラーによって 販売時のサービス及び保証、修理などのアフターサービスに差異があることが一般的である。都市部でこそ複数ある販売店も地方部では1件に1点、極端な場合は日本全国でその1点のみといったサービスネットワークの限定もある。輸入のみのディーラーであり、アフターサービスを行わない個人輸入をサポートする販売店もある。購入時には 注意が必要である。また、使用部品が異なる、使用の違いに対応できない等の理由で、正規ディーラーで修理を受け付けないケースもある。並行輸入車の購入は、修理やリコール時の対応へのリスクは承知の上での、購入であることもある。ただし、並行輸入車であるという理由のみで、ディーラーが、修理等を拒絶することは独占禁止法上の、 不公正な取引方法にあたり、違法行為となる。このため、並行輸入車の整備には、費用、日数を要する場合があると表示している、輸入車ディーラーも存在する。並行輸入車の場合、以下のような問題が発生しやすい。保険会社では、形式ごとに、両立クラスを、形式と、初度登録年で、車両標準価格を定めて、車両保険を引き受けているため、 この基準に合致しない並行輸入車の場合、希望する保証内容を断られたり、引き受け交渉が必要な場合、引き受け不可能とされる場合が多い。また、相手方の保険会社から車両について発生した損害の賠償を受ける場合も、資料が乏しいために、損害額を算定できなかったり、実際の損害とかけ離れた金額しか賠償されないようなケースもある。 形式不明者であっても正規インポーターによって輸入されている場合は通常問題ないもののやはり引き受け不可能とする損害保険会社も存在するメーカーが仕向け値によって仕様や部品を変えている場合も少なからずあり特に生産終了から時間が経過した車種においては補修部品の入手が困難なケースも多いただし欧米では部品メーカーによる 補修部品の供給が特定メーカーに結びつくことなく行われており、特にアメリカでは国土の広さから歴史的にユーザーの DIY レベルが高く通信販売が古くより普及しており、販売車両数が多く長期に使用されることから補修部品の安価な流通がなされており、メーカー部品供給が切れても部品メーカーによる代替品が長期に販売されてもいる。 これに近年のインターネットの普及によってアメリカからの補修部品の取得は大変容易になっているためアメリカで販売されている車両では日本においても自社の部品の特定及び実際の補修サービス実施の技術が確保できるのであれば日本車以上に長い年月の補修も可能となる場合がある。よって一般的な日本車のサービス形態とは異なる。 有罪式が求められる場合がある。日本車との比較において以下のような特徴を指摘されることがある。ただ、これらは根拠が不明確でイメージに過ぎない場合も多く、特に輸入車は多様な国や地域の多様な車種を含むため、一概に論ずることは本来適切ではない。プラス面マイナス面続説輸入車全般への続説もある。 外国メーカーの日本法人その他のインポーター過去のインポータートヨタフォーランナー逆輸入車は正式な故障ではない。日本国内で生産した国外向け輸出モデルを日本へ再輸入した車両を指す。以前は日本メーカーの海外現地工場で生産され日本へ輸入された車両もこのように呼ぶ向きもあったが御用でありその意味では定着していない。主に趣味性。 指向性が高く、日本国内で未発売となる、使用違いを含む輸出専用モデルがほとんどで、オートバイ、スポーツカー、SUV、ピックアップトラック、全輪駆動由来の大型サルーンに例が多い。オートバイの場合、日本使用者では 750cc 排気量規制、出力規制、速度表示規制、速度リミッター、他国使用に比べ厳しい音量規制など、 各種規制が厳しかったため、規制を受けない利点から、逆輸入車が広まった。過去には、ホンダの大型オートバイ GL1000、CBX、CB1100R、CB900 回、CX ターボ、鈴木の GSX1100S 刀などが1 0便をつけたが、逆輸入の勢いに火をつけたのは、川崎の GPZ900R 忍者である。 これらは 750cc の排気量自主規制がなくなった後も逆輸入され続けたが、これは特に騒音規制について輸入者は2010年まで一部数値の適用が免除され、近接排気騒音のみ適用となっていたことから、フルパワー車両の逆輸入が行いやすかったため、オートバイに自動車排出ガス規制が適用されるようになった後も縮小してしまった。 国内市場を見切った輸出専用車や保安部品の後付けで行動走行が可能となる恩恵を受けられる競技使用元クロッサーなどに乗るための逆輸入が広く行われた。だが2008年9月から自動車排出ガス規制が輸入オートバイにおいても全排気量者で強化されることになり欧州ユーロ3や台湾第5期規制などの国内規制に並ぶ 規制値に対応していないニサイクルエンジン搭載車やキャブレター使用車などの輸入は非常に難しくなった。また騒音規制も2010年からは欧州基準が適用されたためフルパワー使用車を逆輸入して販売することが難しくなった。しかし近年は排ガス、騒音ともに日本の規制値が欧州とほぼ同一となったことからかつて逆輸入せざるを得なかった。 欧州向けの車種が日本国内で正規に発売されるケースは増加している。近年、日本メーカーが進出した外国での現地合弁企業などによる生産工場において国内生産者と同等程度の品質を保証できるレベルに至ったこと、円高基調が続いていることなどから日本メーカーがインポーターとして形式認定を受け完成検査を行い、 正規輸入車としてに販売を行っている車両が増加している。コスト削減のため、生産国で完成検査を行っている車両も存在する。輸入車には、日本の自動車メーカーの国外生産拠点で、生産された車種も含まれる。なお、日本のメーカーにおいて、正式に発売していない自動車は、全校の並行輸入自動車となり、 日本メーカーが正式に発売する自動車は、全然後の正規輸入車として扱われる。したがって、輸入車統計の中に、トヨタや日産、ホンダ、三菱などの国外工場から輸入された車も集計される。現地生産者は、日本メーカーの車種展開の一環として、品ぞろえの充実に充てられる。輸入車であることを全面に打ち出すことも多く。 生産国名を社名に付記する専用エンブレムやデカールが用意されるなど付加価値が強調される場合もある。当然、外国メーカー製輸入車と同様にハイガスや気候の相違などの日本市場に向けた対応がされており、国内生産された他社種とほぼ同等のアフターサポート体制が受けられる。以下に輸入された日本メーカーの現地生産者を記す。自動車。 トヨタ自動車、トヨタハイラックス日産自動車、日産、キックスイーパワー。ホンダ技研工業、ホンダアコード松田松田教習車三菱自動車工業、三菱、ミラージュ鈴木鈴木エスクードダイハツ工業、イスズ自動車他その他 OEM や合弁事業によるものなど、特殊な例として、以下のようなものが存在する。オートバイ、ありがとうございます。